ナルバの戦いとは、ドイツ国防軍、ナルバ軍集団と、ソビエト赤軍レニングラード方面軍との間で、ナルバ地境をめぐり、1944年2月3日から8月10日まで行われた戦いのことである。戦いは、東部戦線北部地域で行われ、主要な段階は、ナルバ共闘歩の戦いとタンネンベルク戦の戦いの二つに分けられる。 ソビエト赤軍によるキンギゼップグドフ攻勢、ナルバ攻勢は1944年、ソビエト赤軍による春の攻勢の一部であり、ヨシフ・スターリンの広域戦略に基づき、これらはドニエプル・カルパチアン攻勢と同時に行われた。1944年1月、ソビエト赤軍によるレニングラード・ノブゴロド攻勢を継続したエストニア攻略作戦は戦線を西に、 ナルバへと押し戻し、エストニア内に深い突出部を形成することを狙っていた。2月、赤軍はナルバ川対岸で、いくつかの共闘法を確保した。しかし、共闘法の確保には成功したものの、その拡大とドイツナルバ軍集団の包囲殲滅には、失敗していた。3月初旬、ドイツ軍は、反撃を開始、ナルバ北側の共闘法の殲滅に成功。 南側の共闘補にも多大な損害を与えた。その後、戦線は、ナルバ側で落ち着きを見せたが、ソビエト赤軍によるタンネンベルク戦の戦いの後、続戦となる1944年夏秋、攻撃作戦の一部である、ナルバ構成が7月に開始、同時に、リボフサンドミエシュ攻略作戦も開始された。ナルバ構成により、ソビエト赤軍は、 ナルバダッシュに成功。ドイツ軍は、ナルバから16キロメートル南のシネマドにある3つの丘に構築されていたタンネンベルクセにへ撤退せざるを得なくなった。ドイツ軍は、タンネンベルクセンの戦いに引き続き、防衛戦で戦いを重ねた。ヨシフ・スターリンの考える、最重要目標であった、エストニアを迅速に占領することにより、空軍基地を確保し、 フィンランドに対する海上輸送攻撃を行うこと、そしてプロイ戦闘部へ進撃することは成し遂げられなかった。長期にわたるドイツ軍の防衛戦の結果、バルト海沿岸におけるソビエト赤軍の進撃は7ヶ月半にわたって阻止された。この戦いにおいてはドイツ人以外の義勇兵、および地元エストニアの徴収兵がドイツ軍の一部として戦いに参加した。 エストニアの抵抗組織は、ドイツによる違法な徴兵に対して、指示を与えることにより、国軍を再編成し、ソ連からの独立を勝ち取ることを望んでいた。ナルバ周辺の地形は、作戦活動において、重要な位置を占めていた。ナルバは、海抜100メートルを超えることが、滅多になく、またナルバ川、プルサ川を含む多くの水路が巡らされていた。また、 大半の地域が森林で覆われ、さらに大きな沼地が海抜の低い地区を覆っていた。地形による作戦への影響は人地構築などにも及び、沼地の存在により大規模部隊展開は特定地域に限定された。戦略規模での影響として幅が狭い道路がペープシコとフィンランド湾の間に存在していたが、 その幅 45km の地域は荒野であるだけでなく、ナルバ川によって分断されていた。そして、ナルバタリン間の主幹道路及びナルバ、タリン鉄道といった主要輸送路は海岸線に沿って東西に伸びていたが、この地域で大規模な舞台展開を行うにはこのルート以外存在しなかった。1944年1月14日、ソビエトレニングラード方面軍は、 オラニエンバウム近辺で、ドイツ第18軍を押し戻すことを目的とした、クラスのエセロロプ社構成を発動、3日目には、ドイツ防衛線を突破、西へ押し戻した。1944年までに、ソビエト赤軍が構成を開始している間、ソビエト赤軍最高司令部が、各方面軍に、新たな野心的任務を与えることはかなり日常的な、ことであった。 ソビエト赤軍最高司令部は、ドイツ軍を崩壊させるために激しい圧力が必要であることを理由に、その実行を正当化していた。1943年から44年にかけての冬、スターリンは、赤軍が戦争開始以来進めていた、広域戦線戦略の継続を行い、すべての戦線において、大規模な冬季攻撃作戦を開始するよう命令した。 これは、スターリンが長年唱えた主張と調和を見せ、赤軍がすべての戦線においてドイツ軍に圧力を与えたならば、ドイツ防衛線のいずれかの箇所が崩壊することと一致していた。ソビエト赤軍による投機作戦には、ウクライナ、ベラルーシ、バルト海におけるドイツ軍、パンター戦など、すべての戦線における主要な攻撃作戦も含まれていた。 フィンランド湾とペープシコの間にあるナルバ地境を突破することはソビエト赤軍にとって主要戦略上重要であった。エストニアにおける作戦の成功はタリニエ海岸に沿って進撃することを可能にしておりドイツ北方軍集団は包囲されることを恐れエストニアから退却せざるを得なくなるはずであった。またこれまでのドイツ軍の進撃により フィンランド安東部で動けなくなっていた赤軍バルト艦隊にとってタリンはバルト海への出口になり得る重要な地点であった。エストニアからドイツ北方軍集団が撤退することによりフィンランドは空撃及び陸海空共同の攻撃を受けることになる。このためソビエト赤軍がエストニアを通過してプロイセン部へ侵入する展望が開かれそれにより ドイツの抵抗を崩壊させる見通しが、ソビエト赤軍最高司令部に示された。レニングラード方面軍司令官、レオニード・ゴボロフ及び、バルト艦隊司令官、ブラジーミル・トリーブツの参加により、作戦では、ドイツ北方軍集団を殲滅する準備が、完了していた。スターリンは遅くとも2月17日までに、ナルバを占領することを命令した。しかし、 レニングラード方面軍は、期限内に、ナルバを攻略することができなかったため、スターリンは2月22日に、新たな命令として、エストニア南部のバルヌの港に攻撃を加える、ことにより、ドイツナルバ軍集団を突破、そして、エストニアにおける、ドイツ軍を、分断、さらに2個軍が、エストニア南西へ向けて進撃し、ラトビア及び、プロイセン東部 中央ヨーロッパへの道を開くことを命令した。2月22日、ソビエト赤軍の攻撃が3週間遅れていたため、ソ連はフィンランドに和平を提示した。フィンランドが和平条件から受け入れがたいと判断している間、フィンランド周辺で行われている戦いが交渉を長引かせることにより、ソ連にとって不利な状況になる可能性が存在した。そのため、 フィンランドに条件を飲み込ませるためにもエストニアを占領する必要が存在した。スターリンの望みは、宣言部隊が危機に瀕しているレニングラード方面軍司令官への命令であった。戦力強化の後、1944年4月の時点でナルバ戦線は東部戦線で最も戦力が集中していた。 1944年7月までに詳細のタリン、進撃計画が準備されていた。1944年3月、ナルバ周辺の状況1944年3月の時点で、ソビエト三個軍は最大戦力で集中されていた。ペープシコから伸びるナルバ川沿い5 0トルに、第59軍、その南部に、第8軍、第59軍の北方には、 第2突撃軍がそれぞれ配置されていた。冬から春にかけての作戦の間、ナルバ戦線の戦力に関する詳細情報はどんな情報によっても発表されていない。ソビエト赤軍公式記録が、ロシア人以外の研究者に利用できるようになるか、もしくは発表されるまでは、ソビエト赤軍の戦力を確定することは、不可能である。 エストニアの歴史家マートラールが推測した約20万名という数字を導き出した定数を満たしていない師団の数からエストニアの歴史家ハネス・ボルターは20万5000名と推測した1944年3月1日現在のレニングラード方面軍の戦闘序列は以下の通りである文献隊1944年7月のナルバ構成の初期 レニングラード方面軍は、将兵136,830名、戦車150両、突撃砲2500門、航空機800機以上が配備されていた。陸軍最高司令部は、ナルバ川で戦線を安定させることが重要と判断していた。この地域における、ソビエト赤軍の進撃は、エストニア北岸の喪失を意味しており、そのため、 フィンランド湾の政界権を喪失、さらにソビエトバルト艦隊がバルト海へ進出できることを意味していた。ゲオルクリンデマン上級大将は第11不評手団への日々の命令でこう語った。フィンランドがソ連と和平を交渉していたため陸軍最高司令部はフィンランド軍防衛司令部がフィンランドの防衛線を保持できると判断、ありとあらゆる手段を用いて ナルバ戦線に注意を払っていた。1944年春、フィンランド軍防衛司令部の代表派遣団がナルバを訪問すると、ドイツ軍はナルバ戦線での出来事を派遣団に詳細に知らせた。ソビエト赤軍のバルト海沿岸への進出は、バルト海全体の正海圏及びスウェーデンから鉄鉱石を輸入していたドイツを脅かす可能性が存在した。 その上、ナルバの創出は、ナルバに隣接していたコフトラ・ヤルベで産出される、オイルシェールから生成される石油が、ドイツ軍に渡らなくなることを意味していた。ナルバの地形は、森と沼地が支配、間を縫うようにアイロが存在しているだけで、防衛に適していた。また、ナルバ川広報に直接町が存在しており、この位置は、谷間沿いに北、および南、両方角に対して、 影響を及ぼす要塞として理想的であった。パンター1000の北部として知られるこの位置は、軍集団司令官、ゲオルク・フォン・キュヒラーが防衛陣地を構築したいと要望していた箇所であった。ヒトラーは最初、この提案を拒否、キュヒラーを司令官から更迭、バルター・モーデルを公認とした。モーデルもキュヒラーの提案に同意していたが、モーデルは、 ヒトラーのお気に入りの一人であったため、キュヒラーよりもより多くの自由裁量が与えられた。モーデルは、この自由裁量を駆使して、部隊を交代させナルバ側の東岸のイヴァンゴロドに、強力な共闘法を形成、ナルバ川沿いに防衛線の構築に成功した。これはヒトラーをなだめることとなり、その上で、川沿いの防衛線を守るために、ドイツ軍の標準的処理手順が行われた。 その後、1944年2月1日、北方軍集団司令部は、スポンハイマー集団を編成、ナルバ地表のフィンランド湾、ペープシコの間に構築されていた、パンター線の防衛を行った。ソビエト赤軍の最初の成功の後の1944年2月8日、スターリンはフィンランド大統領リストリュティに和平条件を提示した。 2月中旬から4月の間のナルバ軍集団の戦術的成功により、フィンランドは1944年4月18日、ソ連との交渉を終了した。1944年9月18日、エストニア政府発行の官報ナチスドイツ占領中、エストニアの独立を回復する可能性は減少し続けていた。施行中のエストニア憲法に従い、 1944年2月14日、会合したエストニアの政治家は、エストニア共和国全国委員会を地下組織として設立した。当時、国家元首は、エストニア大統領コンスタンティン・パッツが拘束されたため、最後の首相、ユーリ・ウルオッツが憲法上の代行者であった。ドイツが任命したエストニア自治政府は、以前より、 ハーグリク戦条約で禁止され、ウルオツが反対しており、また失敗していた民間人に対する動員を試みた。1944年2月、レニングラード方面軍がナルバ近郊に到着、ソビエト赤軍の進撃が現実の脅威と化した時、ウルオツは方針転換、ドイツ軍の提案を受け入れた。2月7日、ラジオ放送において、ウルオツは、 エストニア人がドイツ、ソビエト双方に対して役立つと結論。さらにエストニアはエストニア人部隊が保持するとほのめかした私がここで明らかすることが可能で、そして明らかにすることができるより大きく重要なこと。ウルオツは他のエストニアの政治からと等しく、一旦戦争が終わったならば新たにソ連に占領されることを防ぎ、 エストニアの再独立を勝ち取るために、ソビエト赤軍と戦うことを考えていた。徴兵は、国民の支持を受け、動員された3万8000名は、湾曲的に、第20エストニア SS 義勇士団と7個、国境警備連隊として編成された。フィンランド軍に所属していた、エストニア人で編成された、フィンランド第200不評連隊、武装親衛隊内のエストニア義勇兵。 そして以前、ドイツ国防軍に徴用されていたエストニア人らはエストニアへ戻され、合計で7万名のエストニア将兵が1944年の時点でドイツ軍支配下にあった。1944年2月、ドイツ軍がナルバへ撤退したため、第50、第54軍団とともに、第 3SS 装甲軍団がドイツ第18軍の左側面に位置していた。 2月4日、スポンハイマー集団は、第18軍指揮下から、北方軍集団直轄に移動、敵所に配置され、さらに部隊への支援のためにヒトラーは、増援を送ることを命令した。2月1日、1万名以上の将兵で編成された、フェルトヘルンハレ装甲軍団はベラルーシーからタルトゥの飛行場経由で、エストニアへ空輸された。さらに1週間後、 グロースドイッチュラント師団の第5大隊が戦線に到着した。グネーゼン敵団兵連隊はドイツ本国から派遣され、2月11日に到着、さらにその3日後、第214不評師団がノルウェーより派遣された。その後、2週間にわたり、第 11SS 牛総攻敵団兵師団、ノルトラントを含むドイツ国防軍、エストニア師団、 エストニア国境警備隊、エストニア警察大隊が集団に加えられた。その後、オット・スポンハイマーは、ヨハネス・フリースナーと交代。2月23日、スポンハイマー集団は、ナルバ軍集団と名称変更された。2月22日、北方軍集団は、以下の位置で、ナルバ軍集団の配備を命令した。 ナルバに、第 3SS 装甲軍団、第43軍団は、ナルバ南方のソビエト赤軍、クリバス共闘補に、総体、さらに第26軍団は、クリバスとペープシコの間の地区に配置された。1944年3月1日現在、軍集団には12万3541名が、所属し、以下の戦闘序列であった。 独立部隊その他の部隊1944年夏、フェルトヘルンハレ総攻的弾兵士団と7個、不評士団が、ナルバ戦線より離脱、将兵22,250名が引き抜かれた。エストアに攻略作戦開始時、ソビエト赤軍の動き2月1日、ソビエト赤軍は、キンギゼップグドフ構成を発動、第2位突撃軍所属の第109狙撃兵軍団は、 初日に、金ギゼップを占領。ドイツ第18軍は、ナルバ川東岸へ撤退を行わざるを得なかった。第二突撃軍の先遣部隊は、ナルバ川を横断。2月2日には、ナルバ市の南北、西岸で、いくつかの共闘歩の確保に成功した。第二突撃軍はドイツ第 3SS 装甲軍団の背後で、ナルバタリン鉄道を横切り、5日後には、 ナルバのクリバス出現南方で共闘法を拡大した。しかしゴボロフは増援を受けた小規模なドイツ軍集団を包囲する機会を利用することができなかった。そのため迫りつつあるソ連による再占領に抵抗するため新たにエストニア人が動員された。同時にソビエト第108狙撃兵軍団の部隊は ナルバ南方 120km 地点で、ペープシコ横断、ミラパルーの尊落で、共闘法を確立した。偶然であるが、第 45SS 義勇敵弾兵連隊の第1、大隊はナルバへ向かい到着した。その後、第44不評連隊の第1大隊、第1エストニア及び、空軍戦隊は2月15日、16日に、ソビエト共闘法を撃破した。 ソビエト赤軍のメレクラ上陸作戦により、第260独立海軍不評旅団所属の517名らは、ドイツスポンハイマー集団防衛戦候補のメレクラへ上陸した。ソビエト第30新鋭狙撃兵軍団を呼び、第124狙撃兵軍団は2月15日、新たなナルバ攻勢を開始した。猛烈な戦いにおいて、スポンハイマー集団は、 攻撃を停止したソビエト赤軍に消耗を強いた。両軍は戦力を強化するために戦いを休止したが、ドイツ軍の第 11SS 義勇敵弾兵士団のルトラントに所属した新設の第45、第 46SS 義勇敵弾兵連隊は3月6日までにナルバ北方のソビエト共闘砲を撃破した。新たに到着したソビエト第59軍は クリバス出現から西へ攻撃、ドイツ第214不評師団、エストニア第658、第659西方大隊の防衛拠点を包囲した。包囲された部隊の抵抗により、ドイツ軍は利用できる部隊すべてを駆使して、ソビエト第59軍の進撃を阻止、退却する時間を確保した。ソビエト空軍は空襲を開始、3月6日。 ナルバの歴史ある街並みは、瓦礫と化した。ドイツ空軍及び砲兵による10万発以上の爆撃、砲撃により、ノルトラント、ネーデルランドからイヴァンゴロドに派遣されていた、文献隊はソビエト第30親鋭、狙撃兵士団への攻撃準備を行った。激戦は、街の北方で開始、そこで、ソビエト第8エストニア狙撃兵軍団の、 砲兵支援を受けた第14狙撃兵軍団は、共闘法を再構築しようとしていた。ドイツ2個エストニア連隊は、ソビエト赤軍に大損害を与え、攻撃を撃退した。ソビエト空軍によるエストニアの街への無差別攻撃も、攻勢の一部であり、エストニア人をドイツ軍から離反させ、ソビエト赤軍側に寝返らせようとした。ソビエト空軍の長距離爆撃により、 3月9日、前夜、エストニア首都タリンを爆撃、2万5000名の市民が、シェルターに入ることができず、居住区の40%が破壊され、市民500名が死亡した。しかし、エストニアの人々は、ソ連の残虐な行為に嫌悪感を持ったため、空襲は、ソ連の狙いの正反対の効果を生むこととなり、エストニアの男性は、ドイツの徴兵に応じた。 3月17日、ソビエト赤軍の戦車により、オベール駅が攻撃されたが、ドイツ第520戦車大隊がこれを阻止した。ナルバ構成は、ソビエト赤軍が甚大な被害を受けたため、主制に転じた1944年3月18日から24日まで、もう1週間続けられた。 このため、ドイツ・マルバ軍集団は主導権を握ることが可能となった。3月26日、シュトラハビッツ戦闘集団は、クリバス共闘補正団で、ソビエト第8突撃軍の先遣隊を全滅させた。さらにドイツ戦闘集団は4月6日に、共闘補正団を破壊した。ヒアツインとシュトラハビッツ戦車白尺はこれまでの成功を受けて、 全てのソビエト共闘法を排除しようとしたが、春の雪解けのために丁寧かテ化、ティーガー愛戦者の活動ができず、排除はできなかった。4月末までに、両軍は戦力を消耗、7月下旬まで戦線には、相対的な落ち着きを見せた。バグラチオン作戦に伴うベラルーシにおける、ソビエト赤軍の進撃は、ドイツ北方軍集団を東部戦線中央部へ、 そしてフィンランド、ナルバの部隊を押し戻すこととなった。7月のナルバにおける戦線を形成するのに、十分な兵力がなかったため、ナルバ軍集団は、ナルバから 16km 西方のシネマドにある丘で、形成された防衛線、タンネンベルク線への撤退準備を開始した。一方、ドイツ軍の撤退準備を察知していなかった、レニングラード方面軍は、 新たなナルバ構成を計画していた。フィンランド戦線から派遣された突撃専用部隊がナルバ近郊に集中配置されたため、ソビエト赤軍とドイツ軍の兵数、機材の戦力比は4、1になっていた。ドイツ軍が撤退計画を実行する前に、ソビエト第8軍はオベール駅で攻撃を開始した。しかし、 第 20SS 武装的弾兵士団の第1、大隊と第44不評連隊はソビエト第8、軍に大損害を負わせ、攻撃を撃退した。イヴァンゴロドに在住していた、ノルトラント士団、ネーベルラント旅団の文献隊は7月25日の前夜、静寂に撤退を行った。7月25日朝、 ソビエト第二突撃軍が攻撃を再開するまで、シュタイナーの計画通りに撤退が行われた。28万発の砲弾、手榴弾の支援を受けた部隊は、町の北方でナルバ川を溶かした。第一エストニア連隊の第二大隊は撤退している、部隊の背後の撤退路を占領しようとしている、ソビエト第二突撃軍を阻止していた。しかし、7月26日に、 ナルバは、ソビエト赤軍に占領され、さらに、ドイツ軍は、ナルバからの撤退作戦中、戦術的失敗のために、メーデルラント旅団の、第 48SS 義勇走行的弾兵連隊、ヘネラルセーファルトを失ってしまった。ソビエト赤軍の先人第、第201、第256狙撃兵士団は、タンネンベルク戦を攻撃、タンネンベルク戦の存在する3つの丘の最東端、 ラステコダマギを占領した。対戦車中隊第 24SS 装甲的弾兵連隊デンマルクラは反撃を行い次の夜には丘を取り戻した。翌日行われたソビエト戦車による丘への攻撃は第 3SS 装甲軍団により撃退された。7月28日前夜第 11SS 偵察大隊及び第47 武装的弾兵連隊は猛烈な反撃を行ったが、ソビエト戦車の砲火の下、エストニア大隊は撃破された。翌日も戦いは、絶え間なく、行われ、ソビエト2個軍は、ナルバ軍集団を押し戻し、ナルバ軍集団は、司令部を3つの丘のうち、敵弾兵の丘に移さざるを得なくなった。単年ベルク戦の戦いにおける、最高潮は7月29日に行われた。 ソビエト赤軍による攻撃で始まった。ソビエト主力部隊がグレネードリマーギーで多大な犠牲に苦しんでいる間、ソビエト突撃部隊はラステコダマギーでドイツ軍の抵抗を抑えた。そしてソビエト戦車部隊はグレネードリマーギーとターニマギーの生誕の丘を包囲した。それと同時にドイツ軍のシュタイナーは残存していた戦車7両を繰り出したが、 ソビエト赤軍はこれに驚き、後退した。これは、ポール・マイトラ新衛隊隊員が率いたドイツ軍の軍服を着用した多国籍部隊により、激しい反撃が開始されたもので、中央のグレネードリマーギーを奪い返した。7月の時点で、ナルバ攻勢に参加したソビエト赤軍将兵136,830名の、うち、数千名が生き残り、 戦車部隊は粉砕されていた。素早く増援を送り込まれたソビエト2個軍は攻撃を継続した。ソビエト赤軍最高司令部は8月7日までにドイツ軍ナルバ軍集団の撃破とラクベレの街を占領することを要求していた。普遍の作戦行動を継続しているソビエト赤軍による多数の試みがドイツ軍 ナルバ軍集団の多国籍防衛部隊を撃破できずに、いる間の8月2日、ソビエト第2位突撃軍は2万名にまで戦力を、減じていた。8月10日、レニングラード方面軍司令官ゴボロフは、シネマドの丘で攻撃を中止した。ソ連時代、ナルバの戦いの損害について、ソ連は公表しなかった。近年、ロシアの作家は、全戦闘の過程ではないが、 いくつかの図式を発表した。ソビエト赤軍の犠牲者数は間接的に推測されているだけである。1944年、レニングラード方面軍によって行われた作戦活動の損害の合計はソビエト赤軍、最高司令部のデータによれば、665,827名が、総数でそのうち14、145,102名が戦死、もしくは行方不明である。 これらのうち、ナルバ周辺の戦いにおける割合は不明であるが、レニングラードノブゴロド構成では56,564名が、戦死、もしくは行方不明、17876名が、負傷、もしくは、戦病と説明されている。これは、ソ連の研究家、F.I. ポールマンによれば2月中に、第2位突撃軍は、 ナルバ共闘法において3万名以上の損害を負ったとしている。レニングラードノブゴロド構成上で他の地域、フィンランドの戦い、バルト海構成などの損失を差し引いた上でのナルバでの戦いのソビエト赤軍の損害はおよそ10万名が死亡もしくは行方不明、38万名が負傷もしくは戦病であった。1944年2月に ナルバ軍集団で死亡、負傷、行方不明は23,963が名であった。翌数ヶ月、1944年7月30日までに、さらに34,159名の損害を受け、戦死者が5,748名、行方不明が1,179名である。作戦初期段階のドイツ軍の犠牲者数は、約5万8,000名で、 そのうち1万2000名が戦死、もしくは行方不明であり、1944年7月24日から1944年8月10日の間、ドイツ軍はエストニアで1709名を葬った。戦闘中、行方不明になった将兵を含めた、この期間内の死者数はおよそ2500名と推測されている。負傷者のうち回復できないものが1。 4いると考えた上での戦闘直近期間のドイツの犠牲者数は約1万名であった。ナルバの戦いにおけるドイツ軍の犠牲者合計数は戦死、行方不明1万4千名、負傷、戦病5万4千名と推測されている。9月1日、フィンランドはソ連との休戦を結んだ上で軍事協力を行いドイツ軍と戦うことを発表した。 9月4日フィンランドはフィンランド湾をソ連のために解放した。ソビエト赤軍が包囲しつつあるリガにおいて北方軍集団はアスター作戦においてエストニアからの撤退準備を開始した。使用可能な経路は軍集団司令部の地図上で完全準備されていた。9月14日撤退準備を開始せよという暫定命令が 第 11SS 義勇総合的弾兵士団に下された。1944年9月17日、セオドーア・ブールハルディ海軍中将を率いる艦船は、部隊とエストニア市民の撤収を開始した。6日以内で、将兵約5万名と、囚人1000名が撤収した。エストニアに配置されていた、ドイツ第18軍はラトビアへの撤退を命令された。 ソビエト第1、第2、第3バルト方面軍は9月14日、バルト海攻勢を開始した。この攻撃は、ドイツ北方軍集団をエストニアで孤立させることを目的としていた。長い議論の後、ドイツ総統アドルフヒトラーは、エストニア全土で部隊を完全撤退させることに同意、ソビエト第2突撃軍は、エストニア南部のベリーカや戦線で9月17日、 タリン攻勢を開始した。9月18日深夜、ナルバ軍集団は、タンネンベルク戦より撤退を行った。ドイツ第8軍は5時間後、北方軍集団が撤退したことに気づき、エストニアの港を呼び、ラトビア国境へ退却、北方軍集団を追いかけた。第 2SS 軍団が、第18軍の後衛を務めるために、南へ撤退している間の9月20日までに、 第 3SS 装甲軍団は、パルヌに到着した。ドイツ軍が撤退したため、ソビエト赤軍は9月22日、タリンを占領するために進撃していた。ソビエト赤軍は9月24日までにハープサールの港を破壊、翌日、ドイツ人は沖合にアルボルムシ島へ避難した。エストニア本土からのドイツ人の避難は9月25日までに、 少数の犠牲者を出したのみで完了した。ソビエト赤軍がムーンスンと上陸作戦を行ったが、ドイツ第8軍はムーンスントレットを保持し続けた。バルト海攻勢はエストニアおよびラトビア、リトアニアの大部分からドイツ軍を押し出して終了した。ドイツ軍のエストニアからの撤退の最中にドイツは何千名ものエストニア人徴収兵を 兵役から解放した。しかし、バルト諸国がソビエト赤軍に占領されたため、今度はソ連の命令により、バルト諸国の人々がソ連により徴収され始めた。ドイツ軍、ソビエト赤軍双方で任務に従事する者がいた状態で多くの人々が徴兵を避けるために森へ逃げ隠れた。ドイツ北方軍集団は中央軍集団と永遠に切り離された上、 ラトビアのクールラント半島に押し込まれ、ここにクールラントポケットが形成された。1月25日、ヒトラーは、クールラントと、プロイ戦闘部が再接続する、可能性がないという暗黙の了解の上で、北方軍集団を、クールラント軍集団へと解消した。ソビエト赤軍は、部隊が、プロイ戦闘部への活動に集中するため、クールラントポケットの包囲縮小を開始した。 クールラント軍集団はソビエト赤軍の大きな脅威となる可能性を保持したまま存在し続けた。クールラントポケットに対する赤軍の作戦活動は1945年5月9日、クールラント軍集団が降伏するまで続き、降伏後、約20万名のドイツ軍将兵が捕虜となった。長期にわたるドイツ軍の防衛戦によるソビエト赤軍による 再選両組氏により、エストニア共和国地下全国委員会が、再度のエストニア独立を試みるのに、十分な時間を稼ぐこととなった。1944年8月1日、エストニア国内委員会は、自身が、エストニア最高権威であると、宣言。1944年9月18日には、国家元首代理ウルオツは、オット・オティーフが新政府を導くよう指名した。 政府はラジオにおいて、英語で中立を保つことを宣伝した。エストニア政府は官報において2つの番を出したが、これを配布する時間がなく、9月21日、エストニア国内軍は、タリン、トーンペアの政府関連ビルを占領、ドイツ軍に立ち去るよう命令を行った。エストニアの国旗は4日後、ソビエト赤軍によって取り除かれるまで、 モッポのヘルマン等に掲げられていたエストニア亡命政府の存在は1992年に独立を回復するまでエストニア政府の連続性を保つことに役立ちハインリッヒマークはその証明書を公認のレナルト・メリ大統領に手渡したソビエト赤軍によるエストニア再占領の遅れによりエストニア人2500名スウェーデン人3700名が 中立のスウェーデンへ、エストニア人6000名がフィンランドへ、それぞれ避難する時間の猶予が生まれた。しかし何千もの避難民を乗せた、ボート、船舶が、バルト海に沈んだ。9月には、昇兵9万名とエストニア人、フィンランド人、ドイツ人難民、ソビエト赤軍捕虜8万5000名がドイツへ避難した。ここでのドイツの唯一の損失は一隻の汽船のみで、 あり、さらにエストニアの港を使っての海からの避難が行われたが、最高で1200名の人々がソビエト赤軍の攻撃に倒れた。ナルバにおけるドイツ軍の長期にわたる防衛は、フィンランドのヘルシンキ及びその他の都市に対する陸海空共同の侵攻及び空爆のための好ましい基地としてエストニアを使用することを阻止していた。 そして、エストニアからフィンランドを襲撃して、降伏に導こうと考えていたソビエト赤軍、最高司令部の望みは断たれた。フィンランド最高司令官、カール・グスタフ・エミール・マンネル・ヘイムは、エストニアから、ドイツ軍が撤退した場合に備え、フィンランドがソ連と和平を結ばざるを得なくなると、繰り返し、ドイツに伝えた。このように、ナルバでの長期戦はフィンランドが、 ソビエト赤軍の占領を避けた上で抵抗能力を維持、フィンランドの条件を提案できる状態で、モスクワにおいて休戦協定交渉に入ることを可能とした。終戦後、対戦中にドイツ軍将兵として戦った、エストニア人はソ連への裏切り者として裁判で有罪判決を下され、彼らが捕獲された場合、収容所へ送られるか即座に射殺された。 西ヨーロッパ諸国はドイツ軍に所属したエストニア人を追放するようソ連から求められた。しかしソ連の要求はスウェーデン、フィンランドを除く大部分の西ヨーロッパ諸国によって無視された。そして武装親衛隊を犯罪組織と決定づけたニュルンベルク裁判においてこのエストニア人徴収兵たちは戦犯から除外された。 1950年4月13日、アメリカの在ドイツ高等弁務官事務局から、アメリカ国務長官へ送られたジョン・マックロイ署名の文書において、バルト諸国の武装死に衛隊所属部隊の扱いについて、アメリカによる判断を明確にした。その後、1950年9月、アメリカ難民委員会は、宣言を行った。 1991年独立を回復したエストニア政府は、ナルバの戦いにおいて、ドイツ軍に所属したエストニア人がエストニアの独立のために戦っていたという見解を取った。この姿勢は、ユーリウルオーツの徴兵呼びかけとオットオティーフの政府の活動への指示に基づいていた。 戦いに参加した人々は独立記念日のパレードで行進する権利を与えられた。エストニア共和国のために顕著な功績があると思われる人々は名誉ある装飾で報いられた。1994年、シネマドにおいてエストニア国防軍最高司令官の面前で最初の記念碑が公開された。エストニアの歴史家は ナルバの戦いを1939年という、屈辱の慰めのための、国のためのエストニア人たちの戦いと語る。ナルバの戦いに関する書籍も、エストニアで出版され始め、また、エストニア人騎士鉄十字章受賞者の一人、パウル・マイトラ・エス少佐の対戦中の日記をもとに、したドキュメンタリー映画、シネマドも作成された。 第 20SS 武装的弾兵士団及び他のヨーロッパ諸国で武装親衛隊に参加した人々を含むドイツ軍部隊の元将兵300名らの年次集会は毎年7月29日シネマドで開催されている。ありがとうございます。